まずね、くるちゃんね、あなたは前お話したようにちゃんと頭は東の寝室、東頭に向けて寝てるかな。守ってる？守ってないし、あなた返事がないよ。すいません、ちょっと方角が分かんなくて今さ、携帯でも見れるんだから、はい、東の方に寝ると世の中ってのね、くるちゃん、こっち見てこいよ、はい、世の中って本当にそのしかないの、全然悪しかないの。クイちゃんにとって気がしてた笑いしたいって、クイちゃんにとって美味しい食べ物、まずい食べ物があるように、自分にとって合う人、合う仕事、合うファッションを選べば成功、そして幸せを続ける。自分にとって合わない人、合わない仕事、合わないファッションの失敗、そして不幸を捨てる。だから選択にさ、心の始まりよっていつも言うのね。自分に合う合わないって必ずあるわけね。そうすると、クイちゃんにとっては東の寝室に東頭を向ける一日の始まりは苔が多く、昔から太陽が昇ってだん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 沈んでいくでしょ。だから椅子に頭を向けてる人は下がる、沈む、消えていくから離脱が上がらないよって私は言ってる。僕は自然界の上に下がらなきゃいけないって言うんだよね。だから必ず東向けてるんで、まして今年から運気が乱れてきてるから下がり始めて、雨がちょろちょろ、風がビュービューって、そういう時期にこれからなのか、今私だったらもうもうすぐ6月になった。そうすると梅雨の時、あなたの運気も雨が降ってる。だから精神的に具体的にスランプになる。でも今日のこの出会い事はね、彼女は普通の穏やかなところを通ってるのっていうか、普通の山登りかで、あなたはこのエレベーターと逆になっていくんだけど、第三者のクッションが入ってるとそこで違うのね。だから今のうち地下に沈む前に今日この日を選んでまああったわけね。だからやっぱり2人とも運気はずれてるんだけども、相性的に悪くないから、第三者の空想っていうのが大事だった。だから今今日があるのね。でこれからやっぱり1度よりも2度、2度よりも3度っていうように回を重ねるといって相手の心と通じ合い、もう世の中のところです。もうさっき言った知人から友達から友達以上恋人未満、このプロセスの中で親近感を持って心を会話する。その今日スタート、スタートで行ったんだっけ。だからこんな些細なことで気にすることはない。とりあえず気にしたら物事はする。で、キリがないし、すごいとやる。とりあえず今日出会ったってことはスタート。しかも自分から物を持ってしゃべれたことは大切だし、相互してる。相性の分かってる人を知ってるから、大切。クッション。そうするとスムーズなの。でなかったこっちにそうだそうだ、この人もそう、そこで中和剤もね、柔軟にするから、だから全然不安なく、まずは一本その脇を開けてくれたらラインを開けてで進んでいくんでね、そんな感じでスタートすればいいと思うよ。でさっきのね、駐車場